今回購入紹介するのは、うん、ちょっとアプリで購入した、うん、ちょっとディズニーで欲しかったものグッズを紹介していきたいと思います。じゃあまずね、紹介するのはこちら、使うこちらになります。このなんていうの、うん、サングラス、ファッション用サングラス。これ結構ディズニーとかつけてる人多いよね、うん、でちょっと憧れだったんで欲しいかなって、蒸気船みたいな、そうそうそう、が好きなんだよね、チンバ、うん、のやつを購入してみようかなって感じで、お値段は2300円ね、うん、ちょっと高いんだけど、でまあ一応ね、夏とかちょっと気になるよね、あの紫外線とかね、うん、だからそれを防ぐ面でもいいかなと思って、このでもこっちだとめっちゃ黒くないね、あのこのタグがあるからね、うん、同じです、同じですで、あれね、うん、っていうのでちょっと購入してみたって言ってもね、多分他にも購入してんだよね、本当は。なんか見たことあるんだよね。覚えてないんだよ、どこか。なんかやらかしてる気がするんだけど。ちょっと片付けるときにちょっと探し出すわ。うん、出てくると思う、うん、でもね、ウィリー好きだから。うん、ウィリーじゃない。ウィリー、まあいいや。うん、好きだ。好きだから。とりあえず、今年の夏はね、少しかけられたらいいな。うん。うん、感じです。で、まず、だから、ファッション用サングラス、うん。で、次に紹介するのが同じ蒸気船ウィリーの、うん、なんだろう。あ、なんつうの、ショルダーバッグかな。うん、で、お値段は3000円です。ね、チンパあんまりね、ほら、あのカメラ持ってるからちっちゃいバッグで行ったことないんだけど、うん、なんか行けたらいいなって。で、ここに前にまずポケットが2つ、うん、あるんだね。この、ま、絵柄のところに、ね、2つあるんだよ、うん。で、裏は何もない。で、これがショルダーの、うん。うん。で、まあ、ボイルがゼロだね。当然。で、中はこんな感じになって。なんか模様がついてるね。で、模様がついてる方にポケットがあるね。ちょっとね、こんな感じの、うん、見えないな、オープンポケット、こんな感じ、ちょっと高いつうかな、これはポケットか、ポケットかポケットじゃない、一体化してる、あ、一体化してるね、うん、こんな感じ、そう、で模様がすごい可愛い、いろんな蒸気船に、そうそうそう、模様がついてる、うん、中の方が可愛いの、表はね、あ、確かに、まあでもこの顔も珍しいかな、あ、そうそう、口笛吹いてね、うん、ミッキーさん。スチームボートウィリー、うん、もうチンパがそれが好きだから、そうそうそう、こちらなんだ、ポップコーンバケットみたいな、うん、何買ったやつで、で模様もほらすごいんだよね、生、うん、だから簡単なね、これだったら別に普段も使えるんだ、そうだね、うん、なんかシックで普通に使えるよね、うん、普通に使えると思う、うん、あの派手、ミッキー、あのディズニーの派手さがないから、うん、使えると思う、だ普段使うのが多いかな、うん、あのディズニーって言うとね、どうしてもね、自分はね、確かにスマホで何でも撮れるようになったんだけど、うん、あのどうしてもそれでも自分はカメラの方が上だと思ってる、そもそもカメラ好きだからね、うん、だからちょっとカメラ持っていくってなるとね、きつくなってくるから、あ、リュックじゃないとね、うん、重さに耐えられないからって感じだから、普段使いに使うのいいかな、まあね、お財布とかさ、うん、スマホとか、そう、ちょっとね、そうティッシュとハンカチとか、そう、ちょっとイオン行ったりするの、うん、最高だと思う、イオンで、いきなりここで紹介したらチンパ大好きのちょっと下げるトミカ、うん、になります、ラプンツェ、そう、ラプンツェのやつのやつです、こんな感じのやつね、かわいい、2024年ののラプンツェ スペシャルバージョンとか言ってる、おお、すごいってやつね、バスのやつ、バスのやつ、リゾートクルーザー、あのやつ、そう、僕らはあのなんだっけ、あのファーストリゾートっていうね、うん、ホテルに泊まり出して乗ったけど初めてね、初めて、うん、最高だった、かわいい感じ、うん、感じ、中もかわいくてね、うん、こういうやつでのラプンツェのバージョン見えてるかわかんないね。で、1500円でーす。で、毎回言うんだけど、チンパはこのまま飾ってあるから、ちょっと開封はできないんだけど、うん、っていう感じのトミカでーす。でーす。で、じゃあ次これいこうかな。こちらが、ピンバッジかな、ピンバッジかな、のチップとベル、うん、と、うん、ピンカード。ピンカード。で、こういう、あのね、クラシックタイプ好きなんだよね。どうぞみたいな、ね。そうそうそう。ほんと好きなんだよね。で、プルートも買ってあるんだけど、プルートさん好きになって、うん、コロナの時にね、すごい頑張ってたから、プルートさん。ファンになってね、うん、買ってるんだけど、また出た。で、ティンカーベルも好きだし、チップとデルも好きだから、あ、買おうかなって。うん、結構ね、いろんな種類がもう出てるんで、そう、出てる。知らなかったから、うん、そうそうそう。完全に乗り遅れてんだけど。そう。そう、でもいいなって。で、あ、お値段ね。1100円。両方とも。1100円でーす。後ろは相変わらずこのミッキーの形。そうだね、このチップとデルも2つついてるって。本当だ。これ2、1人なんで2つの。ついてるやつです、うん、で、銅像をモチーフにしたみたいなね、うん、ピンバッジ、ピンバッジで、ね、で、こちらがトランプ、トランプ、あ、トミカのトランプなのかな、うん、セータートミカの写真、
あーそうだ、ね、のトランプ。そう。で、1500円。じゃあこれちょっと開けていこうかな。あの、トミカ好きならたまらないね。あの、ディズニーね、うん。今までのやつだから。多分ね。今までってどっかどこまでかわかんないよね、うん。で、そこで、これ、うん、あ、これとこれ関係ないのか、いや、ちょっと。はい。うん、二度と買わないやつ。そうだ。で、こんな風になってるのね。裏なのかな、これ。リグコレクション。うん。裏ってね。で、こうやるとほら、トミカってところね。ジョーカー。ジョーカー。メニーちゃん、ジョーカーだ。ジョーカーだ。ジョーカー。ジョーカー。な、ミッキーだね。で、こういう風になってるね。うん、キー。ね。こっちからなってる。それ。あ、それが神なんだ。神なんだ。神なんだ。で、あ、そう、こういうのが。あ、いいね。持ってない。持ってない。持ってないのがいいね。持ってないのもあるね。うん。いろんなのが出てんのね。そうそう。すごいね。持ってるのも持ってないのはマイク。マイク。チンコ大好きマイク。そんなのがいっぱい写真が載ってるトランプ。トミカ好きなんね、あのディズニー。うん。うん。いいんじゃないこれ。あ、だからね、若干似てんのがあるからね、神経衰弱とかやると間違えそう。確かに。似てんのあったね。うん。若干マジでちょっとテンション上がっちゃって、これすごいね。あれこれあれか、そうだ、なんだっけ、あのスペースシャトルじゃないですか、ジェット、うん、みたいなやつ、みたいなやつだ。もう見てて面白い、面白いね。あ、これあれじゃん、ストームライダー、ストームライダーじゃん。うん、うん、面白い、面白い、うん、見てるとだけで面白いみたいな、そうやつね、うん、でミッキーさんのミニちゃんはただなジョーカーだ、ジョーカーだ、ジョーカーだやつね。いや、これ面白いと思う、うん、あれあれみたいな感じになるよ。うん。なんかそれなんじゃ、トランプっていうかね、なんかこれ図鑑みたいな感じ。あの、神経衰弱の方が一番楽しいかもしれない。うん。あの絵柄、あの絵柄、みたいな感じ。ってやつね、うん。トランプ。で、これかな、これが、なんだっけ、今までだ。うん。でーす。ペットボトル、え、ペットボトルカバーや。負けるやつだ。あ、負けるやつだ。ちょっと細長いやつ。そうだ、タオルじゃないの。タオルなんだけ ど、ペットボトルとかに巻いて、そうそう、だから水滴とか、夏とか冷たいの買うとさ、すぐ汗かいちゃうよ、うん、それを吸い取ってくれますよってやつ、うん、できますよってそういうこと、うん、っていうので800円、800円です。800円なんだけど半額で400円で買いました。スペシャルプライスのやつです。で、安心安全今治ね。ボタンがついてんのね。あ、そうだね、取れる、これでこうパチって止めることによってペットボトルを巻くことができる、ね、うん、それで汗とかを防げますよってやつ。あ、これ一匹ワンちゃんのやつでーす。多分今治タオル、そう、まあ、タオルとしても使えるしペットボトルに巻いても使えるし、そう、いいよね、だから、うん、で、なんだっけ、 100匹のワンちゃんを2個買ってる、そう。まあこれちょっとね、ちょっとあるんだよ、なんだで、最後がこちらになります、うん、これがこれ、あのマスク、マスクステッカーっていうやつになります。このディズニーね、一般のキャラクターのやつを。ね、マスクってほら、袋のまま取り出しにくいんだよ、とにかく。うん。だからそれを取り出しやすいようにしたいっていう。なんかバネがついてて、押してくれるから、最後まで取り出しやすい。で、あと、ホコリとかもつかないしね。そう。これ意外に持ってなかったわ、マスク。持ってる。で、こちらのお値段が1800円が通常価格なんだけど、うん、そこから、あの、要するにセール品になってて、うん、50% セールで、うん、900円になってます。でね、で、なんだろう、これ下のかんないの、これなんだろうね、バネ、バネバネで、だから要するにさっきも説明した通り、バネでどんどん上がってくるから、うん、最後まで取り出しやすいと、うん、で、ほこりもつきにくいと、うん、でやつです。でね、あ、賛否両論はね、マスクはあると思うんだけど、うん、やっぱ自分たちは下にしておくに越したことはないから、まずチンパが体が弱いから、そもそもなんじゃない、そうコロナ関係なく基本的にマスクするタイプだったから、そうそうそう、あのね、まあ簡単な話すれば、うん、あの昔、うん、昔っていうかそんな昔じゃないんだけど、なんだっけ、あのお正月1月1日ね、うん、あの福袋を買いに行ったんだよね、うん、その1日で喉にかかった、うん、そうそう、まあ簡単な話それがしかも2度あったっていうね、うん、インフルエンザとかノロウイルスとか感染症にかかる、2年に3年の間に2度あったっていうね、1年置いてまたなるっていうね、たった1日そのやって福袋触っただけでなるっていうね、うん、なんかそういう地獄をちょっと味わってるから、うん、いろんな意味でね、そう、もともとしてるしね、うん、これからもずっとするだろうって、そう、
大学校宛て押し上がってくる。そうね、どんどんね。うん。まあそれまではあのマスクの重さっていうのかな。うん。で下がってってるね。多分ね。違うの？それ押すとなんか引っかかってするのか？どうやってマスク入れるの？え？取れるの？もう。あ、取れるんだ。ここ剥がして入れるみたい。うん。多分ね。っていう感じ。ちょっとやってみるけどな、あと。あ、自分たちね。でも結構、でも思ったより大きかった。大きかった。50枚ぐらい入るかな。入るのね。多分。そうだね。って感じ。だからいろんなキャラクターがいますよ。で、なぜかね、なぜか、これだよね。ミッキーとかじゃないのね。なんだっけ、名前。チャングーと、あの、なんだっけ、ベア、なんだっけ。ハントリー。そう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 、だよね。なぜか。面白い。うん。いろんなのがあって。そうそう。あ、ここにもいるんだね、普通に。うん、いて選ばれたの。いて選ばれてる。うん。うん。まあね、ミッキーさんではなかったね。900円になってたから。半額になってたから。そうそう。チャンスだなって思って。そうそう。とにかくね、マスクがね、ほんとね、ちょっと今取り出しにくいから、何枚も取っちゃったりする。紐の部分がすぐ引っかかっちゃう、ね。そうそう。まあ、それを改善したい。ほこりとかが置けない。って感じになります。で、ちょっとティッシュをね。マスクをね、入れてみたから、ちょっとやってみます。で、ここ押すと蓋が開いて、こんなマスクがちょっと入ってるね、こういうふうにね。で、これをね、要するに、まあ、どう思ってもいいんだけど、ちょっと待って。取り出す、こういうふうになると。で、どん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 取り出すって感じになります。で、紐、下かな？紐がよくわかんない。うん、ちょっとわかんないんだけど、うん。それはね、やってる最中にわかると思う。って感じで、で、こうやって閉めとくね、ほこりも何もかぶらないと。で、さっきみたいにバネがどんどん上がってくるから、一番上がこの一番近いから、取っていける。やつになります。あ、で、今回ね、これがね、一応、買って、半額セールも合わせた、ちょっと買いたいなって言った、ものを買ったっていうお話です。じゃあ以上です。